で9レース1度戦1着になりました群馬の佐々木選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は毎週なんかになりましたけども、神山選手の話を聞いてると作戦はなかったけど発送前にスタート取ってくださいっていうふうに言われたっていうふうに言ってたんですけど、どういった組み立てだったんでしょうか。まあ細切れなんで前の方が有利だと思うんで前を、お願いしますと言いました。あとはもうその流れを見ながら走るっていう感じだったってことですかね。そうですね、細切れなんでちょっとみんなの思いも分からないんで、はい、じゃあのところで、まあ、サライ選手が言ったところを叩くのかなっていうちょっと動きが一瞬見られたんですけど、はい、あのあたりっていうのはそうですね、もう鶴さんともがき合ったんで、あそこを無理くり行っても足を使うなと思ったんで一回見て、でそしたら金田さんが行く感じだったんで、で金さん行ってもサライさんは出さないかなと思って、無理くりよりも、一回行かしてからって感じですね、はい。で、まあ、切り替えた福田選手のまくりに乗って、まあ、最後は、まあ、少し早めに出たと思います、はい、あの時はやっぱ後ろ亀山選手がいるから早めに出たっていう感じですかね。そうですね、もうみんな前々っていう感じのレースだったので、まあワンテンポ早く行こうとしたんですけど金田さんが上にいたんで、それがちょっとブロックの形になったので行くのが遅れちゃいました、はい。今回向こう町会社は最後で、まあ、初出走になると思うんですけども、走ってみてどうですか向こう町のバンク。そんなに癖もなくて、そうですね、でも今日は暑かったんでそれが疲れが出る感じなので、しっかり疲れを取って明日に向けたいです。この後もセッティング、この後もケア中心にって形ですか。そうですね、ケア中心に頑張ります。わかりました。では、最後に二次予選、それから向けて意気込みをお願いします。そうですね、最近二次予選勝てないんで、しっかり勝てるように頑張ります。